若干野生臭い。って言ったらワンテンポ置いて斉藤さんって言って、いくよ、斉藤さん、斉藤さん、ありがとうございます。どうも健太です。ニンニン、今日は珍味、爬虫類の食べ物でございます。爬虫類の食べ物で言ったら何が思い浮かぶでしょうが、カエル。カエルは違う。よく言った斉藤さん。ヘビ、イグアナ、産ませてよ。本日はですね、クロコダイルのお肉でございます。アマゾンでね、クロコダイルのお肉、おてて2本セットが売ってたんですけども、お値段がですね、なんと2222円。俺はね、買った後に思ったよ。あー、ちょっといい肉買えるわって。こっちはこの画像見てください。この男の子、パパ、また今日もクロコダイルのお肉が食べれるんだね。おー、ハングリー。さまさま。クロコダイルのお肉はですね、低脂肪、高タンパク、低カロリーとね、これ三拍子揃ったとってもヘルシーな食べ物でございます。ダイエット中のね、女性とかはもうアホみたいに食べるでしょ。アホみたいには食べないでしょ。食べません。食べます。食べる人は食べます。まあ実際のものをちょっと今から用意したいと思います。ニンニン、オッケー。はい、こういった感じでございます。おててがですね、おててがすごい柔らかいんだよ、この子は。おてて柔らかいね。おてて柔らかいね。後ろ足、大地を踏みしめた後ろ足。はい、こういう感じでございます。バッグもこういう感じで、こちら塩漬けがされてるので、もう簡単に焼くだけですぐさらっと食べれる。さらっと食べれる。さらっと食べれる。ささっと食べれる。おお、ごめん、ちょっとね、手先がちょっとやっぱりすごい、あのザラザラがすごい。あのお手手もちゃんと本当にそのまんまの状態でございます。じゃあこれを焼いて今から食べたいと思います。さまさま。好き好きがありそうな匂いだな、これ。こういう感じでございます。美味しかったね。あんま食べたくないね、やっぱり。生き物にちゃんと感謝を込めていただきます。じゃあいただきます。あんま好きじゃない。弾力がすごい、本当に何だろう。プラスちょっと獣臭がすごいな、これは。うん、獣臭がすごい。でも美味しいお肉でございます。食べ物に感謝。でも僕は2000円があったらもっといい肉を買いたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白かったと思った方はこちらのチャンネル登録ボタンクリックお願いします。スマートフォンの方は画面下の方から登録をお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやもう2000円あったら俺普通にこれ、あれ、今もう返金できる？もうできない？こんにちは、ハイドです。あ、待ってですかね。今